多重化とは、電気通信及びコンピュータネットワークにおいて、複数のアナログ信号、またはデジタルデータストリームをまとめ、一つの共有された伝送炉で送ることである。多重通信、多重伝送ともいう、効果、貴重な資源を共有することを目的としている。例えば電気通信において、電話の複数の通話を一つの電話線で伝送することがある。多重化は、 電信から始まり、その後様々な通信で使われるようになった。多重化の概念図、複数の入力伝送路を多重化して、単一の高速伝送路に接続する。多重化されたデータストリームをデマルチプレクサが受信し、元々の複数のデータストリームに展開する。多重化された信号群は一つの伝送路上で送られる。多重化は、物理的には一つの高速大容量の伝送路を、 論理的な複数の伝送炉に分割し、それぞれの論理伝送炉、その逆の処理を多重分離と呼び、受信側で本来の伝送炉群を展開する。多重化を行うデバイスをマルチプレクサ、その逆を行うデバイスをデマルチプレクサと呼ぶ。逆多重化は多重化とは逆の目的で使われる。もともと一つだったデータストリームを複数に分割し、それらを同時に複数の伝送路を使って送信し、 受信側で元のデータストリームを再構成する多重化技術にはいくつかの種類があり、それぞれに様々な派生技術がある。主なものとして空間分割多重化、周波数分割多重化、自分割多重化、符号分割多重化がある。伝送路を有効利用するため、各方式を組み合わせて使用することが多くなってきている。 パケット通信のようにビットレートが変化するデジタルのビットストリームの場合、統計多重化を使って固定帯域幅の伝送路で効率的に伝送できる。パケット通信は非同期な時間領域多重化の一例であり、自分割り多重化に似ている。デジタルのビットストリームは不号分割多重化を使ってアナログ伝送路上で伝送でき、周波数ホッピングスペクトラム拡散や、 直接シーケンススペクトラム拡散などの技法がある。無線通信では、隣接する伝送路と人工衛星で変化をずらすで多重化したり、ミモ方式を組み合わせたアレーアンテナによって多重化したりする。有線通信の空間分割多重化では、単に日地点を複数本の電線でつないでそれぞれ異なる伝送路として使う方式も含まれる。 例えば、アナログステレオのオーディオケーブルでは、右チャンネル用と、左チャンネル用にそれぞれペアのワイヤーが使われている。また、電話線も多数のより対戦で構成される。もう一つの例として、アナログ電話網や、スイッチ型イーサネットなどの星型ネットワークがある。三つ目の例は、メッシュネットワークである。一般に、有線の空間分割多重化は多重化とはみなされない。 無線通信の空間分割多重化は複数のアンテナ部品を並べたアレイアンテナによるものである。ミモ、シモ、ミソと呼ばれる多重化がある。例えば IEE802.11N、e、の無線ルータに N 個のアンテナがあるとき、それぞれがピークビットレート54メガビット S の N 個の多重化された電送路で通信可能で全体としてピーク性能が N 倍になる。 それぞれのアンテナはそれぞれ異なるマルチパス特性を示すためデジタル信号処理によって個々の信号に分離することができる。これらの技法は多重化以外に空間ダイバーシティやビームフォーミングにも使われる。詳細は周波数分割多重化を参照周波数分割多重化各入力信号のスペクトルをそれぞれ別の周波数範囲にずらして配置する。 周波数分割多重化は本来アナログ通信の技法である。FDM は複数のデジタル信号をそれぞれ異なる。周波数領域で送ることで一つの媒体でそれらを一斉に送信するものである。FDM の典型的用途の一つとしてケーブルテレビがある。ケーブルテレビの加入者宅には一本のケーブルしかないが、その媒体で複数のチャンネルの放送を同時に送り届けている。 受信側は周波数を選択することで特定のチャンネルを選択する。ここから派生した技法として光通信では波長分割多重化と呼ばれる方式が使われている。詳細は自分割多重化を参照自分割多重化自分割多重化はデジタル技術である。数ビットまたは数バイトを1グループとして個々の入力ストリームを分割し、それらを交互に並べて送信し、 受信側が逆の処理をして、個々のストリームを再構成する。この処理が十分高速に行われれば、受信機側では別の通信経路のために余分な回路時間を消費したことを検出しない。例えば、空港に4つの端末があり、中央コンピュータに接続しているとする。各端末の通信速度が2400ビット S の時、そのような低速な回線を4本用意するのではなく、 マルチプレクサを用意し9600-9600ビット S の回線一本でコンピュータと空港をつなぐ。すると、モデムも1体で済むことになる。詳細は、スペクトラム拡散を参照符号分割多重化または、スペクトラム拡散は、複数の伝送路が同じ周波数帯域を同時に共有する技法のクラスを意味し、その際の帯域幅はビットレートまたは、 符号レートよりずっと広い。スペクトラム拡散には周波数ホッピングと直接拡散がある。後者の場合、各伝送炉がビット群をチップと呼ばれる、符号化された伝送炉固有のパルス列として転送する。ビットあたりのチップ数あるいは符号あたりのチップ数を拡散率と呼ぶ。この符号化は一般に一位な時間依存の一連の単パルス列を送信することでなされ、 1>, 1ビットの送信に複数のチップが対応し、1チップの送信に複数のタンパルスが対応する。それぞれの伝送路は符号が異なるため、同一の光ファイバーやラジオ周波数帯などの媒体で同時送信でき、非同期に多重分離される。従来の技法に対して優れているのは、可変帯域幅が可能な点で、シャノンハートレイの定理によれば、帯域幅を広くするほど、 SN 比が悪くても通信可能となる。無線通信におけるマルチパス対策としては、レーク受信機がある。符号分割多重加技法は、多元接続法として使われ、符号分割多元接続と呼ばれる。例えば携帯電話サービスや無線ネットワークで使われている。なお、コードディビジョンマルティプルアクセスという用語はクアルコムが定義した特定の CDMA ベースの携帯電話システムを、 指すことがある。CDM への別の重要な用途として、グローバル、ポジショニングシステムがある。WDM、OSDM、ア p プドムの組み合わせで、ペタビット級の光通信を目指して、研究開発がなされている。多重化を発展させたものが、多元接続であり、例えば TDM から、自分割り多元接続、統計多重化から半送破綻多元接続となる。 符合分割多重化を多元接続として使うときは、これを符合分割多元接続と呼ぶ。ITU による第三世代移動通信システムのユニバーサルモバイル、テレコミュニケーションシステム規格がある。CDM への他の重要な用途として、グローバルポジショニングシステムがある。他のよく使われている多元接続技法としては、自分割り多元接続と周波数分割多元接続がある。 最初期の電気通信である電信は電線を媒体として使っており、それゆえに多重化による節約への関心が高かった。初期の実験で、二つのメッセージを同時に双方向に送ることができ、当初は両端に電源を必要としたが、後に一方だけで済むようになった。1870年代、エミールボードはヒューズの電信装置を複数使った。 自分割り多重化システムを開発した。1874年、トーマスエジソンは双方向に同時に2つずつのメッセージを送信できるよう電信機を開発した。その後、複数の人々が周波数分割多重化技法を使った音響電信を研究し、そこから電話が生まれることになった。電話では地区の加入者線をその地区に置かれた遠隔周線装置に集めて多重化している。 多重化された信号が大幅に数を減らした電線で電話局まで送られており遠隔周線装置と各加入者宅の距離よりも長距離を伝送しているデジタル加入者線も同様である近年では光ファイバーを使った多重化通信通信プロトコルとしてはエイシンクリネストランスファーモードなどが使われている電話回線やデータ回線の全てがまとめられるため基本的に マルチプレクサ、デマルチプレクサを通さずに接続することはできない。ケーブルテレビは複数のテレビチャンネルを多重化して送信しており、20世紀終盤以降は電気通信事業者と同様のサービスを提供開始した。IP 放送も多重化に依存している。映像信号の編集、処理システムでは多重化とは音声と動画をインターリービング処理によって単一の同期した。 mpeg-2 システムにすることを指す。デジタルビデオでは、そのようなトランスポートストリームは通常、コンテナフォーマットの機能であり、コンテナフォーマットには、メタデータや字幕などの各種情報も含まれている。音声ストリームと動画ストリームは、可変ビットレートの場合もある。そのようなトランスポートストリームやコンテナを生成する、ソフトウェアは一般に、マクサーと呼ばれ、統計多重化を行う。 一方、デマクサーは多重化されたストリームやコンテナを分解するものである。デジタルテレビとデジタルラジオのシステムでは、複数の可変ビットレートのデータストリームを多重化しており、統計多重化によって固定ビットレートのトランスポートストリームにしている。これによって、複数の動画と音声のチャンネルを他の各種サービスと共に一つの周波数チャンネルで送信することができる。 デジタルテレビのシステムでは複数の標準画質映像番組、EVEC のシステムでは完全に省略可能である。FM 放送などのアナログラジオでは音声信号が送信機で変調される前に副反送波を加える処理を一般に多重化と呼ぶ。この場合の多重化を MPX と略記することもある。ありがとうございます。